松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。プレゼントが届いてるよ。体重はバッチリだね。お、嬉しいか？よしよし。感じだね。お、嬉しい。はい、何です？嬉しいか？よしよし。クエスト達成！やったね！ねえねえ、感じだね。はい、何です？
しみだね。なんとかここで勝ってほしいね。ただいまより投票受付を開始します。伝統の外回りコースに集った世界の強豪12頭、ワールドブリーダーズカップターフのスタートです。最強馬の称号をかけてワールドブリーダーズカップターフ、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行争いであります。イブンベイがかわしていきました。その後ろでやりましょうか。ルソー内を通ってスルスルとエクラールが上がっていきました。今日も勝利をつかむか。カタノアーバンシーと岡部騎手、タイガーヒル、それから11番カステナンゴ、その外からはストーミングホーム、そしてその後ろから8番プリントシャー、9番マロマロヌーベル、オレンジの帽子が馬込みで揺れています。そしてそのうちに3番コタシャーン、外から1頭テクニシャン、6番ディアドクター、流れるようにレースが展開されています。10番イブンベイがレースを引っ張るようになりました。これを追って1番エクラール、その外4番ルソー、それからもう1頭カタノアーバンシー、そして5番手に7番タイガーヒル、その後ろ3馬身くらいあってカステナンゴ、それから12番ストーミングホーム、プリントシャー、そして1番人気のマロマロヌーベル、うまくいっているんではないでしょうか。そして内からはコタシャーン、外を通ってテクニシャン、内を通りましてディアドクター。さあ先頭の方はどうなっているか。先頭は依然として10番イブンベイ、それから1番エクラール、そして外からはルソー。ファーイースト競馬場スタンドが湧き上がります。マロマロヌーベル直線の伸び足はどうか。10番イブンベイがまだ粘っている。マロマロヌーベルまだ来ないのか、まだ来れないのか。さあ先頭はイブンベイが2馬身リード、外から来た来た。マロマロヌーベル一気に襲いかかる。先頭ふーんとイブンベイ、マロマロヌーベルが2番手。マロマロヌーベルかわした先頭に立った。先頭竹豊とマロマロヌーベル、マロマロヌーベル一着、1番人気に見事応えました。気を取り直して次行こう。1着9番、2着8番、3着7番。馬がレースから帰ってきたね。クエスト達成、やったね。プレゼントが届いてるよ。はい、何です？どうかな。